はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今から FGO のガチャ動画撮っていきたいと思います。はい、今回ピックアップで新しく鬼ヶ島のイベントが来てるんですけど、まあ源のこれなんていうんだったっけまあ、源の頼常だったっけと、茨城道寺ですねの出演率がアップしているということで、10連1回だけ回していきたいと思います。一応ね、無償分一応ね。で、まあ狙いとしては源さんですけど、まあ茨城道寺はもうもちろん欲しいんだよ。風魔小太郎がねすげえかっこよかったんだ、戦闘シーンが。だからまあそこら辺も当たったらいいなとか思いながら10連引きます。よし、行くぜ。よし、こっからだよね。こっから何が起こっても俺は知らないからね。ああ怖い。行こう。で、これね、もしかしたら急に止まるとかそういう可能性があるんだよね。メンテが終わった時にもう直で撮ってるから。ああ、キヨフィーね、知ってたバーサーカーだからさ、一瞬さ金になるって思うよね。メンテ終わった直後に速攻で、まあ時間がいけそうだったから撮ってるんで、もしかしたらなんか嫌なことが起こるかもしれない。あー、ガンド持ってる前引いたわ。やばいやばい。なんか俺見たことあるやつが来るな、けどまだあるから。あ、これ欲しかったからオッケーこれ欲しかったからオッケーで、光れアーチャーか、コギル、あー、ホーガーゲ。うわー、ちょっと気持ち爆死な気がするけど、いやけど爆死じゃない、そう願いたい。おお前ふざけんなよ、マジでふざけんなよ今なんでだよ、なんでなんだよ。セイバーいやこれ多分さ、これさ当たりな方なんだよいや絶対これ爆死じゃないんだ、当たりの方なんだ。バーサーカー終わり終わったんか。セイバー、ジークフリート召喚に応じ参上した命令。はい、ということでね、ちょっと待って、これだけ見させて。よし、オッケーということで10連が、結果がこんな感じ。一応シナリオはちょっとだけ進めてます。当たったのがここでいいか。入手順で言うとバーサーカー、これけどね、ランスロットそこまで強いんだけど星稼ぎでしかないからな、あんまり俺にとっては。まあ嬉しかったけど、フランちゃんの方が優秀。まあ育てるけどね。で、あとはジークフリートさ、これ強いんだけどな普通に竜耐性に関しては最強のトップクラスを持つからね、強いよね。ということで今回はここで終わりにしたいと思います。
バーサーカー来た時一瞬来たのかなと思ったら、ピックアップとは何だったのだろうか。風魔小太郎すら来なかったしね。多分次回第6章で10連引いてると思います。ということで今回はここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。次回もまたガチャ動画でお会いいたしましょう。それじゃあバイバイ。最後までご視聴していただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方お願いします。パソコンで見ている方は下の登録ボタンを、携帯やスマホの方は概要欄のリンクから登録をお願いします。 PC の方は画面の左上に登録ボタン、右上には今まで実況した再生リストがあるので、よければ見てください。それではここまでご視聴していただきありがとうございました。